そうこうしてるうちにいい感じに焼けてきましたね。やっぱり風が弱いとね、綺麗に仕上がりますね。当たり前ですけど、もうぼちぼち1個ぐらい食えそうですね。これなんかちょっと行ってみますか。じゃあいただきます。ちょっとね、もう表面がぬるついて少しなんか匂うなって感じだったんですよ。焼く前はちょっと傷んでるなって。でも胡椒振って焼いたらいいですね。うん、その臭みが旨味に転化したって感じです。胡椒が時には金と同じぐらいの価値があったって時代って冷蔵庫ないんですよね。当たり前ですけど、だから動物を屠殺してすぐにね食べればいいんですけど、ちょっと 2,3 日時間が空いたらすぐにこう腐敗臭がしてくるわけなんですよね。死臭ってやつですかね。それを消すためにもやっぱり胡椒っていうのは必須 で、その臭みと胡椒がいいようにマッチするとこれが旨味に変わるわけですからね。やっぱり肉っていうのは、うん、胡椒は切っても切れないもんがありますね。これだとニンニクすり込んでもよかったなって今やと思いますね。なんか今こうテーブルに置いてカメラ撮ってんすがね、このアングルでやるとなんか実相寺昭雄さんのアングルみたいで面白いですね。ちょっと塩を増すかな。やっぱり体を使った後っていうのは塩気欲しいですからね。これくらいにしときましょう。このようにま乗せました。火力はまだまだありますね。十分です。ご飯とサラダ兼用のキャベツですね。実際ダイエットにね、ご飯の置き換えでキャベツするといいってそういう話ですからね。そういえばカメラといえば、動画撮り始めてからなんですが、機材マニア機材オタクってなんかスチル写真のカメラに比べてなんか少ない気がしますね。まあライカもそうですけどね、ニコンだのキャノンだのね、レンズだのね、なんかボディがどうのこうのとかね、うん、味がどうの連写がどうのとか、なんかそういう人って動画の世界はなんか少ない気がしますね。まあいるにはいるんでしょうけどね。動画撮る機械よりも動画の仕上がった動画そのものの、うん、価値を評価されるっていう感じがするんですよ。今でこそ動画って簡単にそれこそね、ガラケーの1機能で撮れるぐらいですけど、大昔はフィルムでね、1秒間に24個まで、それこそアマチュアでやるんだったらもう、ね、フィルムが進むごとにね、お金がチャラ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 ってね、シャッターや、そう、動画のシャッター一つ切れるごとにもうコインがチャリン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 っていくような、そんな感覚でまあフィルムを走らせてたわけなんですよね。動画を撮るっていうのはだからプロでないと、商売でないととてもじゃないけどできなかったわけなんですよね。でプロの世界はっていうとね、レンズがどうのとか、ボディがどうのとか、そんなことよりもできたフィルム、それが売れるかどうかもそれだけですからね。まあ、これ俺の子供なんだ孫なんだ見てくれよって、写真だったらひょいってやって、おお、なるほどいいお子さんですね、将来ご立派になりそうですねってね、そういうの言えますけどね。例えばこれが動画で8ミリとか16ミリも含めて、これが延々と無編集のやつを20分30分とね、こうね、もうスマホにプリン、ね、こうコピー写真を見せられたらちょっとこれ拷問ですからね。動画の場合だから、機材云々よりもやっぱり撮り方と編集、それが、メインになっちゃいますよね。どんなにいい機材使っても撮り方がプアで、ね、編集もいい加減無編集じゃちょっと見てらんねってなりますよ。そうは言ってもね、動画を撮る上で写真の修行っていうのはすっごい役に立つんですよ。写真家で映画を撮る人って結構いますよね。蜷川実花さんですか、女流の。あの人本当に写真ですごいね、こう極彩色なビビッドな写真も撮りますけど、映画も撮りますからね。あと岩合さん、
岩合なんて言ったか下の名前忘れましたけど、猫写真で有名な人いますよね。猫、まあ猫だけじゃなくて動物写真なんですけどね。でもあの人も映画撮りますからね。その写真を本気で一生懸命勉強すると動画にも簡単に応用が効くんですよ。写真っていうのはこのクライマックスの一瞬をパッと切り取るわけなんですよね。でそのクライマックスの頂点頂点を、まあ、動画でつなげていけば映画になるみたいな、まあ、そういうことが可能なんですよ。なんだかんだで食い進めて砂肝もあとこれだけになっちゃいました。なんか火力が弱いような、あこれは弱いわ。今日の感じならなんか1個で十分ですね。1個でいきますか。節約節約、ただじゃないですからね、自腹ですからね。で長らくブログで自撮り写真やってましたね、こんな感じでね。まあ、最初はねすぐにブレイクするとか思ったんですよ。でもねそんなわけはなかったですね。ヤフーブログでやってるうちは、まあ、そこそこ閲覧者もいたんですがね。ヤフーブログが経営不振で辞めるってなって、でライブドアブログに移ったらもう全然訪問者が減っちゃってね、なんかやる気落ちちゃいましてね。で去年の夏休みか、もう暇でしょうがなかったんで、いろんな人の YouTube、 まあとりあえず最初はね、目につくヒカルさんとかラファエルさんとか見てるうちに、ちょっと俺もやってみようと思ってね。でまあ始めちゃったわけなんですよね。まあ写真の方は自信あったんでね、長らくやり込んでたんで、動画の方もなんとかなるわと、まあそれでとりあえずやってみようと思ってまあ始めちゃったわけなんですよ。もう最初はねひどい機材で始めましたよ。確か動画の1番と2番ですか、その時までねコンパクトデジタルカメラの動画撮影の、まあ、おまけ機能ですね、それで撮ってましたからね。でやってみるとやっぱりこれじゃ力不足だったんでね、それで今使ってるこのカメラですね、このビデオカメラを、まあヤフーじゃないや、アマゾンだったかな、その中古で1万5000円ぐらいで買ったんですよ。それを使い始めたのが3番からかな。うん、動画はね編集が命なんで、まあ、最初から動画のソフト紐折らない、まあ入れましたから、ね、一番安かったっていうのがありますね。8000円ぐらいで買ったんでしたかね、ネットでオンライン販売で、データで買う形ですね。これで砂肝も終わりですね。豚バラの串いきますか。ちょっと動画のスイッチを失敗しちゃいましたんで、いきなり焼くところから始まってます。豚の焼き鳥、なんか豚で焼き鳥っていうのも変ですけどね、この豚焼き串、まあ、これでちょっとどんなもんかいただいてみましょう。まあ若気の至りで、ね、声優なんか目指した時ありましたからね。まあ今考えるとね、声優っていうのは建物に例えれば下請け業者の一つに過ぎないんですよね。作品の名義っていうのは監督ですからね。声優の方は本当にね、電気屋さんとか外装とか瓦屋さんとか、あと内装さんとかと同じようなまあ立場ですからね。まあ、それはともかく、まあ、そうやってねそういう修行してるうちに、カメラの前で話すとか人前で話すっていうのは、まあ、さほど抵抗はないっていう、まあ、そういうのありがたいですね。まあでもそういうのをやめてっていうか諦めてからもう何十年も経ってるからね、それは滑舌とかね、うん、そういうのはちょっと悪いですけどね。でもこうカメラの前人前で何かやるっていう、そういうのには全然なんつうか抵抗っていうか、うん、そういう物おじっていうのはないですね。恥ずかしいのは出来が悪い時は恥ずかしいって感じなんですよ、こう出ること自体じゃなくて、まあ今の時代ね、街のあらゆるところにカメラついてますからね、防犯カメラもしっかり、あとドライブレコーダーしっかり、家のインターフォンのカメラしっかり、だからカメラが恥ずかしいってなんだかんだで撮られてますからね。こうプライバシーがうんぬんとか言いますけどね、こう動画撮って、うん、出すと特定されるとかうんたらかんたら、
でも今の時代、まあ、そうやった、ね、いろんなところの防犯カメラもしっかり、あとクレジットカードとか使うだけである程度特定されちゃいますからね、もうその情報で、あの人は何を買ったとか、いつどこで何を買ったっていうのは、そういうの全部クレジットカードで紐付けされて、でその、ね、このビッグデータを総合すれば、あいつだっていうのが分かっちゃいますからね。だから今普通に市民生活を送ればプライバシーはないにも等しいんですよね。先生これ煙すごいですね。豚バラ肉だけあって本当に煙が、出てますね。これ全部こうカメラの方に向かってんですよ。あーこれカメラちょっと帰ったら焼酎で拭かなきゃいけないなって、そう思っちゃいますね。まあ、飲んでることもあって話題があちこち飛びますけどね。もう焼酎でアルコールって言って、なんかアルコール消毒っていうのもある程度濃度がないとダメって言いません、ね、70% その前後でないと効かないって言いますからね。だから 25% とか 40% の焼酎だのウイスキーじゃダメってことですよね。それにしてもね、こう煙を上げる料理は野外に限りますね。野外だからね、こうやってどんどん煙が流れてね散ってくれるんですがね、これねうちでやったらね、この火事だってくらいね煙がねもう充満しちゃいますよ。なんかいい感じに焼けてきましたね。これちょっと食えそうですね。これ食ってみましょうか。